にちは。スターチャンネルのお時間でございます。本日はその近所の自然豊かな淀川にですねやってまいりました。それどんな魚が取れるかお楽しみに。それではやっていきましょう。はい、やってきました。近所の小さな淀川にやってきました。果たしてどんなものが釣れるのでしょうか。釣れるのでしょうか。そして取れるのでしょうか。どうですか、調子は。取れてますか、ゆわこさん。見えとうよ。取れてますか。あんたにすっごい見えとった。見えとった。もう気持ち悪いって言うな。取れました。フナといっぱい取れました。カワムズ4匹と島土壌ですか、これは。上がりますね。島土壌ですね。岩子さんもっと取ってください。わかりました。メッチさんもね。メッチさんを見てあげてね。はい、今日は大量に取るぞ。いや、ほんと深いね。もう釣りはちょっと諦めてガサガサで勝負します。早く大丈夫、大丈夫。慣れたら。今日はどれぐらい取りたいですか。30匹とか40匹。はい、じゃあ目指しましょうね。頑張りましょう。いやいや、入ったら一瞬一瞬。奥からね。いや、まあでもどっちも動き回るといいんで。みんなこっち来て、早く。一旦この藻片付けます。網ですくうの邪魔をするんでね。こんな風に片付けていきます。でも小魚一緒です。糸トンボが非常に多い。ここは何裏側ね。はい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 。裏側で入っちゃうと。なるほど。あ、だい強い強い。そんな口言わないで。優しく言ってあげ、言って。うんちにも。汚いからあっち行ってって。やめろよ。お。はい。はい。はいはいはい。網がかりね、僕は。いくよ。はい。僕。木ずんです。なんか取れました？ね、これが一番強い。おー、先見て。なになになに。大きめ。大きめの？ん？ん？あ、多い川やね。意外と打ってないっていうな、このタダチャンネルには。大井川でございます。いつものカワムツと違い、大井川でございます。大井川です。このね、キラキラしてるものが特徴でございます。これが多い川ですよ。カニって聞こえたんですよ。カニもいるよ、カニもいるよ。この鮮やかな色が多い川の特徴でございます。私切ってなかったの。上にこれ上に。あ、カニさん、カニさん、ほら、カニさん切っちゃう。木図は抜け殻多いな。どんこや。どんこの死骸。木図の抜け殻か、これは。抜け殻やね。抜け殻でございます。どんつやね。あ、どんこか。どんこやね。どんこの死骸。真っ黒いですね、これは。まあ死骸だけど、一応ちょっと回収しておきましょうか。何があって死んだんでしょうか、このお子ちゃんは。ひわこ、どんこ入れといて。死んでるけど。死んの。うん。
はい、どうぞ。でも座らんかな。めんぼちゃんが僕の腕に上がってきました。やっぱコンクリートに固められるとね、生き物の活動も制限されますね。あんまりここから先は行けない。うわ、ほんま臭すぎるな。うん、はい、死んだどんこさんもちょっと一応ね。え、なんかさっきさ死んでるよ。死んだ、死んでるよ。あ、岩子、岩子、あげてあげて、水あげて。死んだよ。え、私と一緒。及川です。及川でございます。このキラキラのもやが一緒でございます。あ、ちょっと早く水がね、はい、どうぞ。もっと水あげて、入れてあげて。これ跳ねちゃうから閉めといてね。これ見て、跳ねてる跳ねてる。ほら見て、跳ねる力は元気。これ見て、元気元気。で、触ったらダメよ、うん、あまり触ったら、うん、死んじゃうけんな。逃げようとしちゃダメだよ。今ジャンプしちゃう。甘めついっぱい入れるわ。見て、私はこれを、うん、あ、すごいジャンプだね。一気にジャンプする。あ、やばい。これもお家のカムルチの餌にします。うわ、いっぱいおる。はい、閉めときます。アイス食べてない。はい、どんこ取りました。入れてください。あ、大量だ、すごい大量です。はい、閉めてみよう。めっちゃうるさい。糸どんぼ、糸どんぼ、きれい、やば。昔からやっぱ多いんだな。もうホタルも多いんですよ。ほとんどの大量に多くですね。素晴らしい。あー、クソクソクソ。素晴らしいです。最高の生息場になっております、このほとんどのね。ここがな、うん、あ、ちっちゃい網な。あー、まあまあまあ、あるあるわ。あ、ちーくんのが、そうそう、ちーくんに返そうと思ったやつがあるんよ。ここでなんでホタルが多いのかっていう謎。まあここ一部分、そこら辺だけですね。そこら辺だけですね。この石垣が、この今ここだったらコンクリートに埋められて幼虫とかがね上がれる場所になるんですけど、ここ一部分だけ上がれるようになってるんですよ。隙間がちゃんとあって土が、奥に土が。でもここら一帯すごく多いんですよ。ここらだけ、この区画が。それはなぜなんだろう。そこかな。そこに土ゾーンがあるじゃないですか。川からなだらかに、ね、土ゾーンになっているところ。まあホタルは成虫になるときに土の部分に陸上に上がって、適度に湿った陸上に上がって、そこで土の中に繭を作ってね、さなぎになって成虫になるんですけど。そういうことかな。ここがいいんかな。あ、なるほど、この奥は草ばっかり。でもこれがいいんかもしれない。この茂みの奥は土になったやな。なるほどね、まあ、こういう陸上でなるんだろうな。すげえ、ここ綺麗な景色が。うん、なんかいいな。あ、景色がなんかいいわ。用水から、用水から用水と。めっちゃいいん撮ったぜ。どれどこどこ行った。あ、かっこいい系で。かっこいい系や。銀ヤンマとかこっち系やな。あ、
え、あそこから？おお。銀山系か？なんだこれ。すぐに名前が出てこんのが悔しい。かっこいい系。よけ取った。よけ取った。かイトトンボとかハグロトンボ。面白い。イトトンボとかハグロトンボ。もうトンボになるんじゃ長いよ。ああな、うん。さっき情報出たよ。まあ、ライトもイトトンボのやばいな。イトトンボです、これが。もうよけ取れたな。結構ありがとう。あのカワムツばっかりやな。あ、カワムツ比率高いな、なんか。カワムツばっかりこれ。あ、じゃあシレバ入りましょう。ここに並んでいいわ。いいよ。全力で追い込むぞ、全力で行くぞ、せーの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 、よいしょ、よいしょ、もう取れてます、カワムツが取れてます、カワムツが大量です。きれいな。あ、でもカワムツばっかりやな。カワムツとヨシノコリの成果です。ガサガサ成果、すごい量のカワムツ、ほとんどカワムツです。一部オイカワが何匹か、1匹かな。あと死んだドンコ、ヨシノボリ、あと銀ヤンマか何かのねヤゴが1匹と、あとモクズガニか、あとシマトジョウね、シマトジョウが2匹、まあ子供とね簡単なガサガサでもこんだけのね生物が取れると、やっぱ一番多いですね、川に一番多いカワムツね。意外と多い川が少なかったな。川っていうね、ちょっと小さな川なんですけど、そういう川にはあまり多い川は入ってこないっていうのがちょっと分かったかな。カワムツはね、結構積極的にどんな狭いところでも入ってくるけどね。はい、こんな感じでございます。この用水で目が体を洗っております。こんだけね、取れたやつを、お魚さんバイバイって、皆さんお魚さんバイバイと。誰から行きますか？はい、めっちゃカムルチーの餌に掴めそうなやつ、あれ死んでるやつは食います。はい、私たちが食べます。お魚さんこっちです。はい、岩子さん、岩子さん食べてください。こっち放流してください。ライギョさんの、ライギョさんの餌として、おちゃんって放流してください。死んでるやつは私たちが食べます。はい、はい、アボイちゃんも怖い、怖い、投げ、じゃあユアちゃんもう一回投げるの、大きいやつが取ってみてよ。大きいやつが逃げるよ。難しい。ミカちゃん投げたい。投げたい。生きてるやつ捕まえて。生きてるやつを捕まえて投げてください。
しんどいやつ。しんどいやつは食べちゃう。あの出たやつ。カニご気をつけな。さあ、ヒヨコ捕まえて。捕まえるむずいな、てか。俺が渡そう。あ、ほんまや、水減したらいいんか。ちょ、これやばいな。魚がすごく弱るな。そうですね。はい。ヒヨコ、ヒヨコ、はい。地面に落とさないで。おーい。痛い。やばい。川に遊びに行って子供たちを喜ばしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。